生命、ここでは、生命、生命、ウィータについて解説する。生命とは、文脈によって様々な定義がある語であるが、基本的には、生きているものと、死んでいるもの、あるいは物質と生物を区別する特徴、属性などを指す語、あるいは、抽象概念である。伝統的に、生き物が生きた状態そのものを生命と呼んだり、 生きた状態は目に見えない何かが宿っている状態であるとして、その宿っているものを生命、命、魂などと呼んでおり、現在でも広く日常的にそのような用法で使われている。現代の生物学では、大社に代表される自己の維持、増殖、自己と外界との隔離など、様々な現象の連続性をもって生命とする場合が多い。生命とは何か ということについての論や見解を生命論や生命観という。自然哲学には自然哲学の生命観があり、宗教には宗教的な生命観がある。現在、一般的、日常的には生き物が生きている状態を指して生命を持っている、生命を宿していると呼び、文脈によっては非物質的な魂のようなものを指す場合もある。ここでは、 様々な角度から生命を扱うことにし、伝統的な概念から現代生物学的な生命に関する概念や理論までをある程度歴史に沿って追っていくことにする。伝統的な理解については命、魂も参照のこと。大島康郎によれば、現在我々人類が知っている生命は地球上の生物のみであるが、これらのすべての生物は同一の先祖から、 発展してきたと、現代生物学では考えられている。その理由は、すべての地球生物が用いるアミノ酸が20種類だけに限定され、その内グリシンを除き光学異性体を持つ19種類が、すべて L 型を選択していること、また DNA に用いる核酸の塩基が4種類に限定され、それらが、すべて D 型であることである。現在知られている。 地球上のすべての生物は炭素を元にしているが、我々が地球以外での生命の形を知らないだけという可能性も指摘されることがある。理論上は炭素以外の物質を元とした生物も考えられ得る。21世紀初頭の現在でも哲学、生物学双方の分野で生命の定義は非常に困難な問題である。生命とは何らかの過程を意味するものであり。 純粋な物質というわけではないからである。何が生きているかを考える難しさを示す実例にヘラ細胞が挙げられることもある。これはヘンリエッタ・ラックスというアメリカ人女性の子宮がん細胞を元にした人細胞であり、培養され世界中の研究所に分配され試験に用いられている。ヘンリエッタ個人はすでに亡くなったが、彼女由来の細胞は現在でも生きている。 生命の基本的活動が細胞であること、そして生きている状態には明瞭な線引きができない様々な段階が存在すると考えられている。生命とは何かということについての論や見解を生命論や生命観という。古代ギリシャ人たちは生きている状態のことをプシュケイと呼んでいた。プシュケイというのはもともとは息、呼吸のことであり。 呼吸は生きていること示す最も目立つ特徴なので、この言葉が生きていることイコール生命も指すようになり、転じて日本語の心や霊魂という概念まで意味するようになった。アリストテレスはペリサイキス、ペリプシュケースでこのプシュケーシュについて論じた。同著の題名は直訳すればプシュケーについてである。アリストテレスは初期段階では、 生き物の種類によって異なるプシケの段階があるとみなしていて、1、植物的プシケー、2、動物的プシケー、3、理性的プシケ人間のプシケーいうように区別していたが、やがて植物、動物、人間の間にプシケの差というのはさほど絶対的なものではないとみなすようになり、最終的にはそれらプシケに差はないとも記した。また、 すべての物質は生きているとする哲学的な考え方が古くから現代に至るまである。古くは古代ギリシャのミレトス学派にもそうした考え方があったことが知られている。こうした考え方を入らずうざむという。ヨーロッパでは中世、キリスト教が広がり、旧約聖書の創世記の記述に従い、神が自然も人間も動物、植物も その他生きとし生けるものすべてを作ったと考えていた。また、十二世紀ルネサンスによって、イスラーム、アラビア語の文献がラテン語に翻訳されるようになると、そこで解説されていたアリストテレスの考え方が知られるようになり、その生命論も受け入れられるようになった。1648年にデカルトがルモンで世界論とも宇宙論とも、 の後半にあたるトレデカルトは人間も含めて全ての生物は神が制作した機械だとみなした。当時、もののたとえではなく宇宙は機械だと考えられたが、こうした考えの背景には神が宇宙を制作したというキリス教の信仰がある。と同時に、その本でデカルトは、例えば心臓は熱機関だとし、 運動によって説明できるとし、アリストテレスが用いていたプシュイという概念の系統に属するとも言える植物プシュイや感覚プシュイなどは用いなくても説明できるとした。アリストテレスがプシュイを用いて生命と非生命の区別をし二つは異なっているとしたのに対し、デカルトはその際は見せかけのものだとしてすべてをものの運動で説明しようとした。デカルトの考え方は 機械論と呼ばれる。18世紀になると、それを批判する動きが出た。18世紀フランスの哲学者コンディアックが1749年に体系論を出版したが、そこで彼はデカルト以来の17世紀的な体系は事実に根拠を持たない想像力の産物だとして批判し、学問的な知識というのはニュートン力学のように観察に基づく事実を 出発点にして構築しなければいけない、と述べた。18世紀に、博物学が再流星した理由として、ジャック・ロジェは17世紀の内戦の時代の後に社会が全体的に安定し、人々が退屈したことを挙げた。退屈な現実から逃れるため、異国の文物や自然学研究に関心を持ったという。18世紀には、生命と物質の概念の区分けは現代人と、 異なっていた。例えば、18世紀の博物学における分類体系においては、大抵は動物界、植物界、鉱物界が平地されていた。分類学の父とされる輪廻の自然の体系1735はその典型で、冒頭で自然ものは鉱物界、植物界、動物界の3界に区分される。鉱物は成長する。 植物は成長し、生きる。動物は成長し、生き、感覚を持つと定義された。すべての非造物、神が創造したものというのは、鉱物のような単純なものから、植物、動物、そして人間のような複雑な存在へ、さらには人間よりも高度な天使へと連続的な序列を成しているというイメージは、ヨーロッパでは根強いものがあった。 この連続的な改定は、ザグレート・チェーン・オブ・ビーイングと呼ばれる。リンネと同年生まれのビュッフォンは、辞書、博物誌において、リンネの分類体系、花のおしべやめしべの数で分類するものを批判しつつ、客観的な分類は不可能だ、と主張した。上述のように全ての非造物は、連続的な序列を成していると考えられていたので、連続的に変化するものに客観的な、 区分線などないのだから、自然を分類するということは、人為的あるいは恣意的だ、とした。ユッフォンの博物詩も、また四足獣類、鳥類、鉱物の巻があり、それらを等しく、対象としていた。ラマルクは1809年の著書、動物哲学において、動植物と鉱物の間には越えられない断絶がある、と強調した。これは18世紀に台頭した、バイタリズム。 バイタリズムという考え方が背景にある。バイタリズムというのは生きているものには物質とは異なる特殊な生命原理が働いているとする考え方であり、生命原理、生命特性や生命力といった用語が用いられた。この生命原理は個体全体に働くというよりも個体を構成する機関や組織が持つ特性で何らかの自然法則であると考えられた。 こうした二点でバイタリズムは単なるアニミズムとは異なっていた。アニミズムがただの物体としての体に超自然的、非物質的な、だが実体的なアニマが宿ると考えるのに対してバイタリズムというのは体を構成する組織や物質そのものが何らかの生命原理を持っている。その原理は自然法則であって研究できると考える。世紀から世紀にかけて 解剖実験が行われるようになり、切り離された心臓がしばらく鼓動し続けることや、切り離された筋肉が刺激によって動くことが観察されたことなどから、機関や組織は生きているとする考え方が生まれた。二十世紀になると、ホーリスム的な考え方も提唱され、またメオバイタリズムや有機体論なども登場した。現在では、生命は、 自動制御の機械に例えられることも多いが、同時にそれは有機体論的にも把握されており、分子生物学な見解も認められており、また、生命を可能ならしめている土台には、情報の伝達やエネルギーの方向性のある変換があるとも言われるなど様々な切り口で把握されており、現代の生命論は複雑な様相を呈している。多くの宗教においては、 死後の世界もしくは、輪廻、転生などがあると考えられている。この場合、人間の主体、存在の本質、あるいは人格そのものを、魂、霊魂と呼ぶ。生命と霊魂を同一視するかどうかは、諸書の例がある。古代インドのベーダや仏教では、人間の命と動物の命は、同列的に扱われていた。仏教では、人間が動物に転生する。 考え、畜生道なども見られるし、宗教家が動物を食べることは、あまり良くないとする例もある。また、ジャイナ教では、虫を踏みつぶして無駄な殺生をすることがないよう、僧侶は常に放棄を持ち歩くという習慣も見ることが、できる。一方、キリスト教では、人間と動物の生命は全く別のものとする、傾向が強く、人間という存在は、 神によって命を吹き込まれたものであり特別な存在である。さらに言えば、配信者を命を失ったものと呼ぶ比喩が存在し、神を信じるようになったもの、天国に至る権利を得たものを命を得たもの、永遠の命を得たものとも呼ぶ場合がある。生物学では、生物の示す固有の現象を生命現象と呼ぶ。生命とは、その根元にあるものとの思想があり、 正規論もその一つ、あくまで一例である。生命現象には様々な側面があるが、一般に生物学では根本的な生命の定義に関わる部分は、その内部での物質交換と外部との物質のやり取り、代謝及び同じ型の個体の再生産、遺伝と生殖にあると考えられている。また、そのような性質を持つ最小の単位が細胞であるので、細胞を 生命の最小の単位とみなし、それから構成されるものに生命を認めるというのが一般的である。なお、植物の種子などのように、著しく代謝活動が不活発な状態でも、代謝活動の再開が見込める場合には生きていると呼ぶ。ところが、ウイルスやウイロイドなどの存在は判断が難しい。ウイルスを生物とするか無生物とするかについて長らく論争があり、 未だに決着していないと言ってもよい。ウイルスは増殖はするが代謝を行っていない。増殖、再生産について言えば、宿主となる生物が持つ有機物質合成機能のシステムの中にウイルスが入り込むと、宿主のシステムがいわば誤動作を起こしてしまい、ウイルスを増産してしまう。形状について言えば、ウイルスは DNA や RNA などの拡散とそれを包む殻から,からなっている。 外視的科学的な形状を持っており、あるものは正二重面体のような多角立方体、あるものは無人化星探査機のようなメカニカルな形状をしており、同一種は全く同型で、生物全般に見られる個体の多様性が見られない。代謝について言えば、ウイルスは栄養を摂取することがなく、呼吸もしないし、老廃物の排泄もしておらず、つまり、 生命の特徴である代謝を一切行っていない。また1935年にはすでにタバコモザイクウイルスの結晶化が成功している。結晶というのは同じ構造を持つ単位が規則正しく重填される。この点でもウイルスは生物というよりは物質と言える側面があることが分かった。これらの相違点があるので普通はウイルスを生物とは認めない。また、 ウイロイドというのは、寄生性 RNA のことで、ウイルス同様に宿主内のシステムが異常なものである、ことを判別できずに増産してしまう等々の特徴は、ウイルス同様であり、一般に生物とは認めいい。ただし、これらも、自己複製という点だけに着眼すれば単なる物質から一線を画しており、ウイルスは、生物と無生物の間を絶えたう何者かであるとも、福岡慎一は表現した。 近年の生命の定義の試みは多数あり主要なものを挙げただけでも相当な数になるが参考までにその一例を紹介すると例えば福岡真一はルドルフ・シェーンハイマーの発見した生命の的状態ダイナミックステートという概念を拡張し動的平行ダイナミック・イーキリブリアムという概念を提示し生命とは動的平行にある流れであるとした 生物は動的に平行状態を作り出している。生物というのは平行が崩れるとその事態に対してリアクション、反応を起こす。そして福岡は研究者が意図的に遺伝子を欠損させたノックアウマウスの実験結果なども踏まえて従来の生命の定義の説問は時間を見落としているとし、生命を機械に例えるのは無理があるとする。機械には時間がなく、 原理的には、どの部分から作ることもでき部品を抜き取ったり、交換することもでき生物に見られる一回性というものが欠如しているが、生物には不可逆的な時間の流れがあり、その流れに沿って折りたたまれ、二度と解くことのできないものとして存在しているとした。物理学者のシュレーディンガーは、著書、生命とは何か、の中で生命をネゲントロピー、 負のエントロピーを取り入れ体内のエントロピーの増大を、相殺することで定常状態を保持しているか定常系とした。地球上の生命は、およそ三十七億年前には存在していたという、証拠がある。また、細胞を、基本の構成単位としていること、核酸、タンパク質、脂質などからなることなどから、地球上の生命は、すべて単一の祖先から進化したか。 他の生命は発生しなかった、内しは発生してもすぐに絶滅したと考えられている。また、地球生命の起源を地球外部に求める説も存在する。二十世紀初頭にスウェーデンのアレニウスによる提唱に始まるパンスペルミア、排出不変説は、細胞や生命の種が宇宙から飛来する場合に長期間受けるであろう、有害な宇宙船を例にした否定論も多く、 賛否入り混じった様々な議論が行われた。その一方で、生命の材料たり得る有機化合物が宇宙空間に存在する証拠は数多く積み上がっている。隕石中からは古くは1806年のアライス隕石から発見されている。本格的な研究は20世紀中頃から始まり、アミノ酸、核酸塩基、炭化水素、ポリフィリンなどの発見が相次いだ。 1986年3月にハレー彗星が地球に近づいた際、日本、ヨーロッパ、ソ連は、警護機の観測機を送り込み、様々な分析を行った。その結果、アミノ酸合成の中間物にあたるシアン化水素や、ホルムアルデヒド、酸化炭素、炭化水素、アンモニア、硫化水素や、硫化炭素、ヒドラジンなどが発見された。彗星は、 太陽系形成初期の物質を維持していると考えられ、これが海を形成した後の地球に降ったならば、水星から生命の材料たる有機化合物が供給された可能性がある。また、地球以外の天体にも同様に材料を分け与え、条件が揃えば生命が発生したことを否定できない。電波天文学の発展が明らかにした生間物質の蘇生には、 多様な有機化合物が発見されている。このような結果から生命の素材を地球内部の科学合成だけに限定する必然性はだんだんと薄れつつある。生命の特徴の一つに自己と同じ子孫を複製し増殖する能力を持つことがある。これは拡散で構成される遺伝子を用いて行われる地球生命の場合4種類の塩基を D リボース、または D デオキシリボースという等と結びついた化合物ヌクレオシドがリン酸と結合してヌクレオチドとなり、これが砂状につながって構成される。この核塩基には塩基体という水素結合で結びつきやすい組み合わせがあり、核酸は必ずこの塩基体に応じたもう一本の核酸と体を作る。これが DNA である。体になった DNA を引き離すと、 それぞれの核酸は周囲から塩基を集め単位の相手を作りその結果同じ DNA が2組出来上がるこれが生命の自己複製の基礎である地球生命では DNA の連なる塩基3つを1組とする意味を持ち細胞を構成するタンパク質のアミノ酸がどのように並ぶかを DNA から複製した mRNA で規定し親と同じ構造を作り出す 生命が自己複製を行うにおいて、地球外の生命でも基本的に塩基体構造と似た働きを持つ物質を介すると考えられるが、地球環境内では塩基以外に相応する物質はほとどない。ただし、地球外生物では使用する塩基の数が4種以外で、あったり、生体の基本物質を規定する塩基数は3つ1組以外の組み合わせを利用する可能性も想定できる。 生命は成長や増殖に必要なエネルギー源を外部から栄養の形で得る。栄養はそのまま用いることができないため、複雑な化学反応を経てエネルギーに変換するが、これを代謝という。生物の細胞や臓器における生命活動が不可逆的に失われることを死と呼ぶ。生命を定義することが難しいのと同様に死を定義することも困難な問題である。 そのため、生きている状態と死んでいる状態を、はっきりと区別することはできない。多細胞生物においては、個体の死と細胞の死は、別々に考えられるべきで、例えば、臓器移植の場合、臓器提供者が死んだとしても、移植が成功すればその臓器は生きていると考えられる。また生命体は普通、こうなしてその血統を存続させる。これを細胞レベルで見れば、 細胞の分裂と融合に基づく連続性は常に維持されているため、その意味で生命は停止せずに連続していると表現することもできる。これを生命の連続性という。多くの宗教では何らかの形での死後の世界や輪廻、転生などが存在していると考えられている。人間によって作成、またはシミュレーションされた生命体を人工生命と呼ぶ。 特に近年の情報処理技術の発達に伴って、生命現象のシミュレーションを、コンピュータ内、インスリコで行うことも、可能になった。文字通り、生命を持つ、人工生命を強い人工生命、ストロングアーティフィシャルライフ、または、ストロングアリフと呼び、限定された人工環境下で、生命現象の一部だけをシュレーションしたものを弱い、人工生命、ウィークアリフと呼ぶ。 強いアリフが本当に実現可能であるのか、科学的プロセスと切り離されたコンピュータ上の計算が生命を持つと呼べるのかについては、様々な議論がある。コンピュータシミュレーションではない現実の生命については、2003年にゲノム解析の延期配列情報からウイルスを合成することができたという報告がある。その後2010年、アメリカのクレグ・ベンター博士のチームは、 ミコプラズマのゲノムを表す、ほぼ完全な DNA を合成し、本来の DNA を除去された禁煙種の細菌の細胞に合成した DNA を移植する手法で自律的に増殖する人工細菌を作成することに成功した。21世紀初頭現在において、人類の知識の範囲内では、すべての生命体は地球上にしか存在しない。しかし、 地球外生命の存在可能性は古くからカグヤ姫やウェールズの宇宙戦争のようなおとぎ話や SF のインスピレーション元となってきた。また近年の観測技術の発達に伴い地球外生命体の存在可能性は真面目な科学的考察の対象となっている。例えばカール・セーガンは著書コスモスで地球外生命体の存在可能性を推式を用いて提示した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。